私、ご主人をいただきに参りました。奥さんがどんなに汚れた夜を想像したとしても、それ以上に汚れた夜でしたから。最初の晩、最初の晩って何なんですか。15、6の娘じゃあるまいし、たかが中年の遊びでしょ。お調子の奥谷焼に似た派手なお布団でした。お互いのぬくもりを分け合った時の幸せだったこと、あの晩に鬼になろうと決めたんです。どんなに汚い真似もする鬼に。私今鬼の顔してましたでしょう。私の女の部分があの人を求めるの、心じゃ抗えない、もうどうしようもないのよ。愛人が奥さんの元に乗り込むなら、門前払いされるぐらいの覚悟で行かれたらどうです。それを逆恨みするなんて、愛人の風上にも置けやしない。毎朝あんたの体が苛立ってんの感じてるんだから。やめなさい。由美は気づいていた。私自身にも見えない体の中でシロアリのようにうごめく苛立ちに、絵のためだ、触るのは私の指じゃない、この筆だと思ってくれ。触るのがダメなら目だけでもいい、目だけで抱かせてくれ。自分の半端さが年老いた老画家の枯れかけた男を呼び覚ましたのだ。今晩一晩のあなたを6000万で買うつもりでここに来たんだから。そんなへそのを切らなきゃ、ヒンデさんから離れられない。別れるためには切らなきゃって。私がこの面を般若の面に付け替えるのはもう少し先。この姑息な人をバカにしきった泥棒猫をどうやって懲らしめてやろうか。例えればここは関所ね。そして私は改め女。脱ぎなさい。あなたには渡さない。毎週土曜夜11時15分。どんな罰を下してやろうか。